昨日台風10号に伴う大雨で浸水被害のあった大垣市赤坂東町や伊比郡池田町では一夜明けて住宅地や農地から水が引いたものの住宅の壁や道路などには浸水の爪痕が残り家財道具を屋外で乾かす住民の姿も見られました。岐阜地方気象台にによりますと、県内では明日にかけて 大気の非常に不安定な状態が続くため、大雨となるところがある見込みです。明日予想される1時間に降る雨の量は、多いところで美濃地方50ミリ、日立地方40ミリです。明日の午後6時までに予想される24時間に降る雨の量は、多いところで美濃地方120ミリ、日立地方100ミリです。 気象は土砂災害や低い土地への浸水河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。